秋津遺跡は奈良県御世市に所在する古墳時代前期の遺跡。類例のない堅固な板塀跡が発見されたことにより注目を浴びた。塀の柱穴系な自動車道建設工事に伴い発見された遺跡で2009年から発掘調査が行われている。調査に当たったのは奈良県立柏原考古学研究所である。 年代は3世紀後半から4世紀中央にかけての初期大和王権の時代であり、板塀と見られる遺構は、分厚い板を立てた後、丸太を横木として添え、両側から挟み込むという堅地な造りである。これは、葛城の地域を本拠とする豪族の広大な、祭祀空間を方形に囲った板塀の可能性があり、5世紀以降に豪情を誇った。 大和の豪族桂木らぎの死に連なる勢力の存在が考えられる。平和、大阪府やおしの心豪寺山古墳出土の囲い形埴庭に構造上似ているが、実際の遺構としては初の検出例となった。その仮想には、弥生時代中期の水田関連遺構を検出し、さらにその下には、縄文時代晩期の遺物も確認されている。2011年には、 奇跡的に保存されていた縄文時代のノコギリクワ型の全身が発見された。2011年には古墳時代前期の塀に囲まれた区画施設内で検出された22棟の掘った手柱建物のうち8棟が建物本体から独立した棟持柱を持つ特徴的な構造であることが確認された。独立棟持柱は伊勢神宮の社殿などにも用いられており、 柏原考古学研究所は、再議を取り行った特別な空間の可能性があるとしている。ありがとうございます。